ではアファシスとしての機能を完全には発揮できません。そうは言っても手がかりが全くないのよね。どうしたものかしら。きっとどこかのフィールドに落ちています。今から探しに行きましょう。とは言ってもね。どうする。アルゴさんならベースステーションの近くにいるはずよね。早速行きましょう。君のアファシスの情報か。かなり特殊なタイプだから値が張るよ。お友達価格でお願いします。じゃあ3割増しだな。友達のために怠米を払う、いい話じゃないか。3割増しはともかくとして、始めたばっかのあんたにそんなお金の余裕はないわよね。いいわ、ここは先輩として私が出しておいてあげる。いいから、情報量が浮いた分少しでも装備を充実させなさいよね。あんたが強くなってくれないとパートナーとしても困るんだから。それに確かにあんたのアファシスの話ではあるけど、同時に私たちに必須の攻略情報だもの。というわけでアルゴお願い。毎度あり。それじゃあ取引と行こうか。価格はこんなものだ。あら、思ったより安いわね。さっきの値が張るよはどうしたの。クレハの思いやりに免じて負けておいたよ。っていうのは冗談で、正確な情報ならレア武器3個分くらいはもらうよ。けど残念ながら今は品薄でね。今回教えるのは裏が取れていないネタなのさ。オイラは基本的に自分で確認が取れた情報しか売らないけど、だいぶお困りのようだからな。お姉さんの推測でよければ安く売ってあげるよ。アファシスのパーツ集めに関するクエストは一部のプレイヤーにしか発生していないな。これは事実だよ。でもなんでなんだろうな。アファシスの機能は多彩だけど、突き詰めるとサポート AI だ。ここからは推測なんだが、もしかするとアファシスにはプレイヤーの成長をサポートする機能もあるのかもしれない。ザスカーが何を意図しているかはわからないけどな。そう考えると君たちが次に行くべき場所は絞られてくるはずだ。あそこじゃない？この前解放したばかりのオールドサウス。ああ、そこなら確か封印されているダンジョンがあるぞ。特別サービスだ。場所を教えよう。ついでに封印の解除に関する情報もつけておくよ。メール送っておくから後でちゃんと確認するんだな。ありがとうございます。マスター、すぐに行きましょう。準備はできてますよね。まずはキリトさんたちに報告よ。また強敵がいるだろうから準備は念入りにしないと。やったわね。また SBC フリューゲルに一歩近づいたじゃない。
止める。
し、レベルアップ。マスター、レベルアップおめでとうなのです。
やってみせる。やっ、はっ、やっ、はっ、はっ、やっ、やった。これでパーツが全部揃ったのです。マスターがいっぱい頑張ったおかげですね。ありがとうございます。おめでとう、レイちゃん。最後のパーツはどんな機能なのかな。はい、早速はめてみますね。マスター、私は賢くなりました。見てわかりませんか。ほら、輝く知性がほとばしっているでしょ。まあ、残念ながら知性は可視化されてないようだからわからないけど、また新しい機能がついたってことかな。言語能力が格段に進歩しました。これで難しい言い回しや大人のセリフに対応できます、多分。それとエモーションカスタマイズ機能が追加されました。今までよりさらにマスター好みの私になれます。日常生活のいろんな場面でマスターの好みに対応しますよ。ぜひみんなに自慢してください。そいつはすごいな。タイプ X だけのオリジナル機能か。資金管理や戦闘のサポートもできるし、アファシスって本当に優秀なのね。レイちゃんの機能をうまく使えばかなり有利よ。いろいろと試してみようよ。ご利用お待ちしております。こんにちは、幸運なニュービーさん。でももうニュービーって言い方は良くないかしら。なぜなのです。だってここまで攻略してこれたならもうニュービーとは言わないもの。ことどうやらフィールドの解放は投げ出さずに進めているみたいね。そうね、このペースでいけばSBC フリューゲル解放のアップデートには間に合うかもしれないわ。マスター、やりましたよ。間に合いそうです。でも、もうさすがに分かっていると思うけど、オールドサウスにもフィールドボスがいるの。ここまで来て、
諦めたりしないようにね。せっかくのタイプ X なんだから無駄にしないでちょうだい。あなた思ったより骨があるみたいね。そういうの嫌いじゃないわ。それじゃアップデート後の SBC フリューゲルで会えることを楽しみにしてるわ。やりましたよマスター。アップデートまでに間に合いそうだって言われました。ここまで来たらあとはもう一頑張りですからね。ファイト！あーですよ。
さん、やってみせろ。これでどうだ。
これでどうだ。
やってみせる。はっ。これだ。
け。お邪魔しますわ。こんにちは。何しに来たんだい？今日はまだ僕とクレハ君しかいないよ。あ、ゼリスカさんたち。どうぞどうぞ。あいつはもう少ししたら来ますから。レイちゃんもちょっと外出中でいないんですけど。それは残念です。では少し待たせてもらおうかしら。念のため言っておくけど、僕の方が先約なんだからね。そんなに睨まなくても大丈夫ですわ。大した用事ではありませんから。ここも随分賑やかになりましたね。キリトさんたちもよく遊びに来ますし。僕としてはもっと静かな方が好きだな。もう少し。珍しく意見があったわね。あの人は不思議と人を集めるところがあるわよね。あっという間にゼリスカさんたちと仲良くなってますしね。まだまだ私がいないとダメですけど。そうかい。最近はだいぶ腕を上げてきたようだけど。ああ、それはまあ確かに。でもあの人にとってクレハちゃんは大事な相棒でしょ。戦闘力だけなら上の人間はいっぱいいるわ。でもクレハちゃんの代わりはいないもの。だったらいいんですけどね。あいつ昔からほっとけないですし。そういう関係羨ましいわ。最強のソロプレイヤーと名高い無冠の女王もそういうセンチメンタルな発言をするんだ。自分の心に嘘をついても仕方ないもの。いつき、あなたも遊んでほしい相手には素直に遊んでと言える方が得だと思うわ。そうやって相手の気持ちをさも知っているかのように振る舞うのはいただけないな。だって顔に書いてあるもの。うん、では顔を洗ってこよう。
いつきさんに口で勝つなんてすごいです、ゼリスカさん。いつきとは GGO のサービス開始直後からの付き合いだから。といっても戦術も趣味も全く気が合わないから、いつも弾丸を打ち合ってお話しする仲なんだけど、まあ最近は妙に楽しそうだし、よかったわ。マスター、いつきは機嫌が悪いように見受けられました。あの状態が楽しいなのでしょうか。ええ、退屈よりは焼き餅を焼いていた方がきっと楽しいと思うわ。見ている方もね。運営からメール？アップデートのお知らせ？SBC フリューゲルにお家に帰れます。とっても嬉しいです。よかったですね、レイちゃん。パーツも集まったし、これで準備は OK なのかな。SBC フリューゲルはかなりの難度らしいから、僕たちの装備もしっかり整えとかないとね。そうだな。フリューゲルが落下した時の衝撃でアバシスや資材が周辺に飛び散ったという話なんだろう。だから SBC フリューゲル周辺のフィールドにアイテムやアファシスが眠っているのね。当然その中心であるフリューゲルにはかなりのレア武器や資材があるはず。燃えるわ。どんなに強いエネミーが出ても任せて、絶対に倒してみせるわ。ねえアファシス、 SBC フリューゲルはどんなところだったんだい？お家にはお母さんが待っているのです。お母さんはとっても優しいんですよ。でもエネミーが出ないわけないでしょ。私がいれば大丈夫です。なぜならお母さんは言ってました。大事な攻略情報じゃないか。思い出しました。おやつは一人までです。は？おやつなら一人じゃなくて一つでしょ。何かの暗号か。おやつ、生産スキルに関係してるのか。もっとさ、エネミーの情報や隠しアイテムの場所とかさ、そういう情報はないの？昔のことはあまり覚えていないのです。 SBC フリューゲルの中を見れば思い出せるかもしれません。それにお母さんに会えたらきっといろいろとわかるはずです。お母さんはとっても頭がいいんですよ。私が大好きなみんなならお母さんは歓迎してくれます。これは絶対確実です。はい、楽しみです、マスター。それで誰を連れていくんだい？何が待っているかわからない以上、まずは様子見で少数精鋭で行くか。アバシスのこともあるし、今回はまず君が行くべきだろう。君とアバシスで2人。あ、強力な前衛はいるよな。となると俺か。ストップ。それっぽいこと言ってるけど、本当は自分が一番乗りしたいだけじゃないの？まさか。僕も立候補するよ。絶対役に立つから。私も
まさか私を置いていったりしないでしょうね。僕も行きたいな。ほとんど情報なしで乗り込むんだ。きっと退屈しないイベントになるよ。私も行きたいです。結局みんな行きたいんじゃない。もちろん私もね。どうする？選択権は君にあると思うよ。よし、決まった。行くぞ。じゃんけん。はい。やった。まあ当然の結果よね。今日はついているな。早速行こうぜ。残念。頑張ってきてね。ねえ、僕に運がないことを知っていたよね。こんな運頼みの勝負で勝てるわけがないじゃないか。このお返しは近いうちに必ずするよ。なんてね。